もう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいや。あ、ちょっと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 。なんやろ。なわけあるか。もう。めちゃくちゃ手入れてる。風俗じゃないんだぞここは。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。お触りどころじゃねえこれ。おもみもみだよ。お客は大概に銭湯。海外にせんかったら何やってんの。ああ父を触った手で。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。おああ、この店で暴れるやなんて。おまあ大丈夫、すぐ収まりますよ。触ってない方の手だった。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。くぅざわざわ。彼って、あの男か？ありゃただのケツ持ちだろう。お客様、来た。本日はお越しいただき、ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われますですが、違います。この頃から目ないんだよね。せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。支配人ってこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。おその面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え、気に入った。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、出た。いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。どういうこと？
何しろお客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすか。なめおって。さあ、ショータイム。あー、ショータイム。なあ、これジロからやっちゃダメだよな。ジロからやったらさ、もうこれがマジマちゃんの素だと思うじゃん。もうさ、ジロからやってない、もう歴戦の留学とかプレイヤーはもうマジマちゃんがいつブチってさバカってやるか待ってるわけ。それがさ、ここまでさ竹ぶっかけられても耐えてるのがもうっていうか、マジマちゃんが敬語使ったみたいな、そこでまずさびっくりどびっくりするわけ。そういうのがないわけ。これを初めて見ちゃった人はさ、ああこういう人なんだマジマちゃんはって思っちゃうわけでしょ。それがダメなのよ。それをそんな風になってると、この次の別のこの前に発売された龍が如くをやった瞬間に頭おかしいやんけこいつってなるんだけど、もともとこの人頭がおかしい人なの。もうヒヒヒヒって言いながらナイフ振り回してる人だっていう知識がもともとあるからこそ今のシーンを見てびっくりするわけ。え、まじまちゃんが支配人できるわけがない。だってあの人サイコパスの狂人なのにできるわけがないじゃないって普通なるんですよ。それがならないわけでしょ、ジローから初めてやった人は。そういうとこなわけ。な、その通りだろ、そういうことなのよ。早く戦わせてくれ。落ちケツな、もったいないのよ。このな、避けなきゃダメですよ、お客様ですから。そう、今までの私たちが知ってるね、通常のマジマチだったらもう骨眼球えぐり出してぶっ殺してるはずなの。こいつが父掴んだ時点で手首スパーンって切り落としてるはずなわけ。それをやらないってどういうことっていう。